YouTube で活動してる瀬戸康人、瀬戸康人と申します、はい、それから秋葉仁という申すものなんですけども、はい、で2人ですね、同じ YouTube のプラットフォームを使って動画を出してるんですけど、それぞれですね個性的に撮り方が違うんですね。でその辺でですね、通常瀬戸さんは一眼レフを使って撮影をしてます、はい、僕はもうこれで一発撮りで終わりです。僕はこれです、これを使って撮影してます。で今日のテーマ、一眼対ビデオカメラということで、はい、まあ実際一眼で撮った方がいいのかビデオカメラで撮った方がいいのか、またそれぞれいいとこ悪いところ、これをちょっとですね、繰り広げようかと。一眼レフはとにかくそのボケるところがこう好きな人は、いいですよね。これはこういうの、こことかがもうボケてるんですよ、ね、こういう絵が好きな人はいいんじゃないかなと。ビデオカメラだとですね、全部にピントが合っちゃって、ここもはっきり、ここもはっきりなので、この立体感が出ないというのもあります。でね、一番そのボケ味を生かした動画っていうのはこれです。おー、びっくりしましたね。こういう技がですね、まずスキャナーにコピーって入れて、パソコンの中にデータとして取り込むという方法があると思うんですけれども、もう一個方法としてですね、スマートフォン、iPhone とか Android のね、そういうスマートフォンで、もう瀬戸さんはこのボケ味が好きなんで、これが出したい、これがですね、なんか映画みたい、キングジムさん、あ、映画みたい、だからまあすごいミーハーなんですけど、こんぐらいこの中でこう撮ってくる。でこれをこう間違えてしまうと、お鼻がこんなになっちゃったり、こんなになっちゃったりですね、してしまうんです。例えばじゃあここ秋葉さんいますね、今この状態で撮っちゃったね、でこうね、この辺とかこれって1秒ですね、こういうね、こんぐらいボケてしまうと F2.8 でこんぐらいボケる。でこの中で自分でこう撮らなきゃいけないわけですよね、こうやって。でも結構離れちゃうとここが見えなくて、僕も目が悪いんで、こうだからさっきの合わせてるようでもちょっとボケてしまうと絵が。で僕は最近やってるのが、これです。これね、これでこれを押すとシャッターが切れたりするレリーズをですね、使って、これをオートフォーカスにして、これでね、例えば僕が見えるのかな、ここにこの辺だ、例えばめっちゃボケてる、あ、そうか、この状態で俺ちょっとボケてますよね、この状態でこうするとこうと合ってくる。で、はいはい、こんにちは。でこれで僕こういっちゃうと、はいこれですって言って、例えばこのカビ板のレビューをしてるとしましょう、はいこれですって言っちゃうと、もうこんなになっちゃうんですよ、答え。だからこの時はこれを押すとね、これ迷ってる、あ、それで調整できる、あ、オートフォーカスにしてると。でまた僕がこう戻ってきた時はここに合わせる、手でやるよりは絶対こう機械任せにしていつもやってるということでございます。そこまでして一眼で撮りたいんです。ジェフ大輔さんには、ここまで、一眼でずっと撮り続けてるのは、瀬戸さんとミカエラさんぐらいしかない。ミカエラさんという方が、ね、綺麗な女性がいらっしゃってですね、その方も、一眼で撮ってみたんですけど、ジェット大輔さんから言わせればバカだよ。バカだよ。だってビデオだったらさ、本当に合うよ。それじゃダメなの。ビデオはね、僕もね、撮影時間がね、ビデオカメラだと短縮できますよ、ね、だからビデオカメラはね、すごくいいと思います。それで話終わっちゃうんじゃないか。ビデオカメラでも、あれなんてもう画質がダメなんじゃないの。画質がダメなんじゃないかな。やっぱり一眼とこう違うもん。いや、だから僕もそのこう全部に、例えば iPhone、うん、iPhone なんかあんまボケなくて、こういうビデオカメラ的な絵が撮れる、ね、すごい撮影は楽なんですけど、やっぱりね、物足りないね、メニュー画面、あ、これ録画してる、録画してるからこいつ。ずっと今絶対あるね、信じてあげるな。あれが絶対最後のリサイクルショップだから。何だよ。気合が入ってる時はこっちで。でも違いがよくわかんないですよね。気合が入ってるのどういう時ですか。気合が入ってるのは MacBook Air とかっていう時は UHD 行くぞって言うから行くぞって、だからあそこ見てもらえば、気合入ってるかどうかってわかるっていうか、YouTube 見てる。あと何か聞いてみたいことってありますか。せっかくだから、せっかくだから、はい、ちゃんちゃん暴れる時ってどうですか。
そう、いいとこついたよね。暴れるときですね。家の中で暴れるときね。これはですね、もう暴れるときはもうどうしようもできないんで、解放したもうだいたいこんな温度合わせたらもうその辺では暴れますね。だから結構もうボケちゃってると思いますよ。あ、でも暴れる時もピントの合うちはこの辺だなと思ってこうやって暴れます。だいたい例えばこの辺だったらこの辺にピント合わせてこの周辺で暴れようみたいな。それ以上出ちゃうとは出ちゃうから、ね、それもかなり意識ですね。だから僕は思うのはこのビデオカメラにすればあと自由に暴れられるなっていうのはすごい思う。あ、そうか、すごい気使ってます。じゃあ逆に秋葉仁さんはその一眼のこういう感じは憧れたりはしない？めんどくさいいや、そうか。僕は基本的に、はい、台本も書かないし、それから構図も決めないんですよ。あ、これでこう瀬戸みたいにこう凝ったものを作ろうと思ってないんで、はなから。記録どうか。そう、記録に近いのが多いので、とりあえずビデオカメラで撮って、あとは編集でつなぎで、ね、ジェットカットパン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 って入れて、バスッと縮めて上げるっていうことですので、そこ割り切ってる感じ。割り切ってますね。ここからはあんまりこう上げても動画を上げちゃうと問題があることがある。上げてもいいよ、音声切って。いいが多い。